はようございます。ですね、ここの今ホームステイしているお家のお庭をちょっと紹介したいと思います。外に出てみましょう。このお家にはですね、犬がもう今ほぼ死体のようになってます寝てます。暑いんです。暑い国なので犬にとってはすごい大変なんじゃないかなと思います。ダルメシアンくんがいます。 Hey, say hello, yay, say hello to Japan。 はい、お、なんか足上げてるぞ。はい、そしてね、ポートオブスペインの方に住んでた時はもうほぼほぼね、洗濯物を干さなかったんですけど、ここのお家は普通に干す場所があって洗濯を干しています。で、じゃーんと、お隣のお家になるのかな。ここにこの木がですね、マンゴーの木です。マンゴーツリーがあって、まだ青いんですけれども、見えるかな、あそこになんかなってるものがあります。何があるんだろう、隣ちょっと初めて見る。あ、ここもう完全に空き地です。そしてここのお家の敷地内なんですけれども、こうお花がもうめちゃめちゃこう散っててですね、ピンク色のすごい綺麗なんですけれども、じゃーん、こんな超でっかい木があって、で、なんとですね、これがちょっとこっちからは見えませんが、よいしょ、あ、洗濯物をお母さんが干しています。よし、でここが今私が泊まってるお部屋なんですけれども、よいしょ、こんなすごい、もうめっちゃ絨毯みたいになってます、下が。で、これがですね、何の木かというと、見えるかな、よいしょ、ズームにちょっとしてみますね。こんな風に、ポメラの実がですね、たわわになっています。だいぶ色づいてきて、もうすぐどうやって撮るんだろう、わかんないですけど。で、お花がですね、あの辺にいっぱい咲いてるんですけれども、このあ、すっごい意外ががある、この木が超意外がな木ですね。これは下に意外ががめっちゃある木だけど、上の方は意外がはなくて、このポメラの木、実がですね、可愛い実がなっています。すっごいなんかね、あそこにもなってるぞ、あ、見えないか、あ、ここにいい感じでなってますね。あれはもうすぐ食べれると思います。で、お花はこういう、なんちゅうのかな、糸みたいな感じのお花がですね、花びらが、ついているもので、いっぱいこう花も落ちて実がどんどんなっています。で、この辺にですね、このポメラの種が落ちて、ここに新しいポメラの木が生えてきてるそうです。持って帰りたい、持って帰ったらダメなのかな、なんとか条約禁止なのかな、わかんないですけど、家でポメラの木とかなってたら超いいなと思います。もう一匹のね、あいつがもうすごい悪さするんだ。ハロー、はーい、グモーニー、こっち向いてるぞそう、昨日ね、あの子がね、家から脱走しました。で、ここの息子さんが、10歳の子供ちゃんが、孫ちゃんがですね、連れ戻しに行ったの、逃走劇がありました。で、私がね、不注意で逃がしちゃったの、ごめんなさい。すごい、めっちゃ警戒されてる気がする。二人して。あのお二人は夫婦だそうですよ。